帝国歌劇団ということで、新桜大戦の体験版だな、続きやっていこう、出撃するらしい。いきなり神山くん、コーマだ。コーマっていうのは何なんか分かんないけど、とりあえずコーマさんが出たらしい。果たしてこの体験版はどれぐらいあるのか分からん。多分バトルでしょ。コーマってなんか悪魔的な、ウルトラマンでいうゼットン的な立ち位置でしょ。バルタン星人とか多分そういうやつらが来たんだと思う。だから俺と正義の刃で悪を撃つ。お前も三条。ここはどこなんだ。これ上野公園だな。これなんじゃこれ。じゃ無事なのか。上野公園がすごいな。カオルさん、くそ、なんだこの二刀流じゃん俺。通信状態が悪い。コーマの妨害工作かも。まずはさくらたちと合流したい。無事かどうか心配。ガンダムみたいなの乗ってますが、白いのが私です。だから操作方法を教えてくれ。操作方法は教えてくれないと。ちょっと待って。丸が攻撃か。ブ。三角は？バツは？バツがジャンプか。R2 がこれで、R1 は？何これ？回避か。何何これ？あ、入れ替わるのか。L は入れ替わるか。L2はこうか。こう、これで入れ替われると。ブーッ。ああ、丸丸丸丸×か。はあ。必殺技からもしかして四角って。こうやって攻撃してたらいいのか。行くぞ。基本攻撃は丸か。先生、気づいてる？この魔幻空間。ああ、おそらくあいつだ。魔幻空間を作ったのは。なんだい、戻ってきたのかよ。オーバラ、やはり貴様か。姿を現せ。この声は発砲か。さて、これからたっぷりと遠くれてきの仲間をいたぶるお楽しみタイムだ。てめえらが俺のところまで来るとこいつらが死ぬの、どっちが早いかな。貴様、必殺技いつできんの。なに落ち着いて。大丈夫。サクラたちはまだ生きてる。まだ生きてる。一刻も早く合流するんだ。早く行くぞ。これは敵か？味方か？味方か。マイル。マイル。おお、なんじゃあれ。どういうこと？何あれ？何それ？大蛇。大蛇。新手のコーマか。待って、聖十郎。望月流忍法破幻の術。聖十郎、この大蛇は幻術。あ、幻術なんだ。攻撃は通用しない。なるほど、相手にするだけ時間の無駄か。先を急ごう。あ、そういうこと、逃げないといけないのか。遅
ミ、大蛇の動きに気をつけて進むぞ。おお、こわ。ジャンプ。おお、真正面に来てる。真正面に来てる。あいつを倒さないといけないのか。え、何した今。あ、四角をしたんだ今俺。これが必殺技か。あ、えぐ、何それ。オーバーキル。終わった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 よ終わったよ。オーバーキルすぎる。よーし、いいぞ。無双系ゲームにちょっと近いね。操作というかバトル的なところは。お、これは壁走るのかもしかして、特定の壁に対してダッシュで侵入すると壁柱ができます。壁柱は壁の下に非常にジャンプで離れることもできます。ほう、おお、すげえ。うえい、あ、こっちにいた。この敵も倒さないといけないのか。敵が空中にいる。違う。これで敵がいなくなったと。どこだ、こっちか。でかっ。なんだあいつは。後ろから攻撃。基本四角から攻撃するのが大切。おい人間、なんとかって言ってたな。貴様に名乗る名などない。確かだったかな。お母ちゃんてか。うるさい、その口を閉じろ。こうまめなんだ、なんか倒した？よーし。もっと踊れ踊れ、命がけのチャンスよや。クラリス、サクラ、俺でどうだ。よし、水晶。よし、倒した。こういう感じのゲームね、なかなか面白いじゃないか。まだ通信は繋がらないのか。ギャルゲープラス無双ゲーみたいな感じか、ガンダムの。みんなが助けを待っているんだ。たちは立ち止まるわけにはいかない。ただ上の公園変わりすぎてない。あ、ミスった。ミスった。ごめん。四角押しちゃうんだって。操作感にまだ慣れてない。痛い。オッケー、あと1体。オッケー、倒した。この気配、聖獣郎、走って。崩れる。なんだ、どうしたんだ。とにかく全力で走って。どうすの。あぶねえ。何とか振り切ったな。ありがとう、アザミ、助かったよ。気配を探るのは忍者の全然操作を教えてくれないっていうね、やり方を。霊感の術てか上の公園広くね。こんな広かったっけ上の公園。この上に桜、これ戻るの元に。これ上の公園はこんな感じになってるけど、ここは日本なのか。
次回予告どうした急に。あ、前のやつら10年後の話ね。帝都に再び魔の脅威が迫ると新たなる帝国歌劇団が誕生する。あ、急にあれ新桜大戦第1話新たなる風、大正桜にロマンの嵐、私たちの運命が動き出す。新桜大戦2019年12月21日発売、21年で12日発売です。これで終わりです。ここで終わりか。あの最後のあのムービーよかったね。大正ロマンに、あ、なんちゃらかんちゃら、新桜大戦なんちゃらかんちゃらってところがよかったですね。じゃあ、まあ、こういうゲームがあるんで、まあ、俺は一応 Amazon で予約してたんで、まあ、実況でもしようかな、買ったらやろうかなと思うんで、よかったら見てください。バイバイ、さよなら。